過食とは、家によって世襲された職務や職能、官職を指す。類義語として、過動、家業が挙げられるが、過食には、国家などの公権力からの特権の承認と支配、それに対する奉仕という要素がある。また、武家、家族、富豪などで、家の事務を取る人のことも、過食という。職業の世襲という概念は、市政制度の時代から存在しており、 律令制度に入ってからも何世代にもわたって技能、学術を継承してきた、よ、中の家柄を優先して技術系の感触につける事例があった。また、大学寮の博士科などの学術系の感触においても何代にもわたって博士が登場する事例が現れるようになった。ただし、そうした場合には技術、学術が実際に継承されているという点が重要視されており、 そうした技術が衰退すれば、世、州の家柄でも、子孫への継承が困難となった。11世紀に入ると、監視受けを異性が成立し、中央における監視の業務が特定の氏族によって担われるようになった。例えば、大上官の弁管局は、小家や義同じく劇局は、中原氏が受け負い、世襲的に継承するようになる。同様に技術系、 学術系の官職においても、恩明料の鴨の氏、安倍氏、大学料金伝道の菅原氏、大江氏のように科学の成立を背景とした世襲的な継承が行われるようになった。仁儀博を世襲した白川家も同様の存在であったと考えられている。武士もこうした流れの中で官人の中でも、上兵天行君校舎の子孫が武装と武力の行使を、 公認され、軍事警察力を担う武芸の家としての過食を担うようになったものと考えられている。さらに12世紀に入ると、監視の運営とそれに伴う収益、そうした業務の財源として確保されてきた監視料が、世襲士族によって官職そのものを含めた職として、私的に所有されるようになり、事業として行使されるようになった。 同様に区下の最高位といえる石管においても、藤原北家九条流さらにその中の未動流によって、世襲的に継承され、視長者の地位や、それに付随する、官学院、殿下渡資料なども、独占的に支配するようになった。さらに陰性期において、区下社会が再編される中で、官職昇進次第や、極位局管が、出自によって決定される傾向が強まっていくと、 古代からの貴族書士は一門に分化して中性的な家へと変質していく。ここに一門の持つ門業は家ごとに送電される家業、すなわち家職へと転換されるようになった。13世紀に入ると石棺の地位は不死継承によって決定された未動流のうちの五や、すなわち語石家当主による順人が体制化され、他にも弁棺、蔵人の地位には明価格の公家が、 月期の地位には、中原氏、清原氏の公家が世襲するなど、価格に基づいて、一夜もしくは少数の家の家督継承者の相対的に安定した過食及び、官食昇進次第が保障された制度が、公家社会各層において確立した。また、家の成立が在地領主層の間でも見られるようになり、特分権を伴う職の親子関係承が行われるようになった。 中世の朝廷は、長義に関する夕食古実を科学化して、公家の諸家がそれを過食として文章することで維持され、万が一断絶に至った場合にはそうした家を、養子縁組によって、再興、継続させる方針が取られていった。過道の霊勢や、蹴鞠の扱いや、エモン道の高倉家などが、その代表例である。また、過食、科学の本所としての立場を利用してその地位に関わる。 官民を組織して、経済的利益を受ける例も見られた。だが、応仁の乱以後は、朝廷財政の崩壊とともに、町議は廃絶し、断絶したまま再興されない区下も少なくなかった。その一方、武家や在地においては、応仁の乱以後の戦国時代に、家が一般社会の構成単位として認識される傾向が強まっていった。これを受けて、日本全国を統一した。 豊臣政権は、社会秩序の維持のための手段として、公務官民の過食を利用した。区下社会に対しては文禄4年に、大き手追加によって、過食を足しなみ、抗議に奉公することを義務付け、その代償に所領を保障、加増した。一方、民間に対しては、対抗検知や刀流りなどを通じて過食への専念を求めた。徳川政権もこの路線を継承、徹底させ、 公家に対しては、緊中並み国家諸発度によって過食に、付随する諸課昇進の次第を再確認、保障するとともに、徳川宗家自体が将軍職を過食とすることを明らかにした。また、武家や民間に対しては、それぞれの家業への専念と維持、継承に努めさせることを、それぞれの過食とし、それを社会全体に徹底させることで、身分統制、社会秩序維持の手段とした。 さらに宗教者、職人などを特定の公家や寺院に過食として統制させることを図った。葉隠れや町人の毛や鈴江などはそれぞれの立場からの過食、家業を全うさせることが社会的義務であることを説いた書き物であった。明治政府の成立後、国家統治機構の近代化と人材登用を標榜して公家の官食世襲によって支えられてきた朝廷のシステムを 悪しき異性と捉えた明治政府は、宮中と政府の分離を図るとともに、すでに流動化しつつあった、身分規制の撤廃を進めて国民に、職業選択の自由を認めた。第二本帝国憲法制定に際し、伊藤博文は、憲法議事の中で、官が家に属し、属によって、職を世襲する老衆を、新民権利義務規定に反するものとした。 第二本帝国憲法第19条で、日本神民運派法律命令の定無理書の資格、二王子等しく文部官二人、せられ及び、それの他の公務に、おさむくことを読くと定めた。だが、実際には、家族制度は、過食的な要素を含み、特に公爵、公爵は、原則的に貴族院に議席を有することができた。また、家制度のもとで家業の維持が優先されたのも、 民間における過食の残死と言えるものであった。現在では、日本国憲法第14条において、過食の概念は明確に否定されている。国家において認められた過食とみなしうるものは、国民としての人権保障の枠外に置かれている天皇のみであるとも言える。ただし天皇を君主とみなすのであれば、天皇の地位が食であるとは言い難い。ありがとうございます。